ウーベ・バルシェル・ウーベ・バルシェルは、西ドイツの政治家、キリスト教民主同盟所属、シュレースビヒホルシュタイン州で、州議会議員、州財務大臣、州内務大臣、州首相を歴任した。州首相在任中の1987年の州議会選挙で、バルシェル事件を起こし、州首相を辞任した後、自殺した。父親が第二次大戦末期に、 ベルリンの戦闘で行方不明となる。母親が働いていたため、ハンブルク近くの町で主に祖父に育てられる。高校時代の担任によると、おとなしく優秀な生徒であった。1964年から、キール大学で法律や政治学、教育学を学び、1970年に法学博士、1971年に文学博士の学位を得る。 1971年に弁護士の資格を得て、裁判所や法律事務所で働く。1962年に、キリスト教民主同盟入党。1971年、シュレースビヒホルシュタイン衆議会議員に初当選。1973年に、衆議会キリスト教民主同盟の代表となる。1979年に、州財務大臣となり、その後州内務大臣と、 連邦参議院議員も務める。ゲルハルト・シュトルテンベルクが1982年に連邦財務省となって州首相を辞任した後を受け継ぎ、38歳で州首相となり、史上最年少ともてはやされた。初めて州首相として臨んだ1983年の衆議会選挙では過半数を制し、保守の地盤を守った。しかし、ビルン・エングホルムが率いる。 社会民主党を敵に回した1987年の衆議会選挙では苦戦を強いられた。そして選挙直前に発行された雑誌、デアシュピーゲルがエングホルムが尾行、監視されていることを報じ、いわゆるバルシェル事件が発覚した。バルシェルはエングホルムの脱税事件でっち上げ工作を否定したが不利な証拠が出てきて州首相を辞任した。そして この事件の調査委員会証言を控えた1987年10月11日に、スイス、ジュネーブのホテルで死亡しているところを発見され、その後の調査で自殺だと断定された。ありがとうございます。